はいみな、えー、さんこんにちはこんにちはですね、えー、土曜日のお昼になりました午前11時ヒートのお昼前の時間です今日もね、えー、皆さん11時26分までよろしくお付き合いをお願いいたします、えー、私議論市の市会議員をしておりますパーソナリーの小谷ひとしと申します、えー、おかげさまで 本当にあの皆さんのおかげさまでね無事四期目当選を果たすことができました。この場をお借りいたしましてお礼とそしてまたご報告をさせていただきます。ねあの本当にね皆さんあのどうもありがとうございました感謝です。そして今日もね本当にね沖縄県地方よく晴れております。喜ノアン市のねこの F M 喜ノアンさんのスタジオからも、ね、きれいにね晴れてますので、そしてねこの番組ではメッセージを募集しております。 メールアドレスは 797-FM g 論ア o ドットコムです。また、FM 議論アンのホームページからユーストリムで 映像と音声をネット配信してます。ネットをご覧の皆さんこんにちは。ね、えー、さらにスマホアプリリスラジでもねお聞きいただくことができますので、えー、皆さんよろしくお願いいたします。えー、そして今日はね FM 技能館のね石まなみさんにお手伝いをいただいてます。はい、まなみさんよろしくお願いします。いますはい、おめでとうございました。ね、どうもありがとうございますた。ね、本当にね皆さんのおかげでございました。この四期目ね、えー、ちょうど本当にね先週の土曜日っていうのが この最終日で打ち上げまで、ねはい、本当に,、ね、もう本当にあの1時間1時間を、ね、大切に頑張ってきましてんえなんとか壊、ねえー、してあのまた笑顔で皆さんの前に、ねはい、え番組を進めることができまして本当に、ね、心から感謝を申し上げます。えー、そういうことで、ねえー、また、ねはい、番組を進めてまいりますが、はい、おね 等同大がねかかってきましたね。はい、そうなんです。もう今日のゲストをね。紹介いたします。今日はね。ゲストにね、えー、普天間産駒青年会のね。青年会会長、東原博也さんをゲストにお迎えしてます。ひろさん、よろしくお願いします。 普天間3区青年会会長の東原です本日はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますね、えー、ねこの音楽ね等身同意聞いたらねみんなあちまさされてくると思うんだけどねなんかもき <laughs> ますね<笑><笑>ね、えー、もしかしたらラジオの前でね勝ち走り踊ってる人もねいるかもしれませんけどね今日ねあの普天間3区青年会のね東原ひろや会長をねあのゲストに迎えしていますのでまあ、早速ですが まあ簡単な自己紹介をお願いいたします。はい、テーマサ青年会会長の東堀利です。えっと去年からえっと今年で2年目会長を引き継がせていただいておりまして、うん、で今年あの50周年を迎えるということで、うん、あの大事な年に会長の方を任されていますので、まあちょっと責任感とか重大なのでちょっと大変な面もあるんですけれども、うん、まああの学生の方たち会員の方たち。 人たちと、楽しく過ごしていますので、まあ今後とも、楽しくやっていければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、ね、あの、日高会長。結構落ち着いてるね。<laughs> ラジオは、もしかして、何回目か、出たの?えー。え、ね、二回目。あ、二回目。いや、いや、いや、もうね、落ち着いてね、また、はきはきと喋ってます。え、今、何歳になるの?。今年で、二十歳、成人になる。ああ、本当だ。ね、あの、二十歳の成人。 のね年の割には本当は落ち着いてて、ねねいいああれだうん日高会長、ねあの子ども会の時からね A さんは一生懸命頑張ってくれてね子ども会から、そしてまた青年会もずっともう本当 A さんをねあのこよなく愛してそしてまた一生懸命ねあのまたみんなをまとめるの大変なんですよ、ね青年会 OB もいるしね、おうちもいるしね、本当にね若い子の面倒を見ながら。 そしてまた先輩の話も聞きながら本当にね頑張っているえー東原博弥会長ですけどあのまあ青年会ってね一口で言いますけどまあ普段のねまあ活動というのかなどういった活動をされてるんですか青年会といえば旧本の, <うん S 2> のエイサーがメインだとは思うんですけれども青年会があるのは自治会があってからの青年会ということで <うん S 2> 自治会行事に参加するのが。 当たり前というか、前置きにあって、やっぱりあの青年会総会はもちろん。5月6月に始めて、その後はあの。自治会の宮内清掃とか。宮内清掃。公民館祭りとか、に、えっと、お手伝いで参加して。で、明日ですね、ある宜野湾市の支部対抗陸上陸上大会。ありますね。そうですね。の方にも、あの、自分なんか青年会は、学生の部と、と、一般の部で、あの。 ご参加しますので、まあそちらもぜひ時間がある方は見にいただければと思いますので、<laughs> ね今ねあのー、広谷会長からまああったように、ね、明日ね16日日曜日はね、はい、ギロワン市の、えー、まあ23の自治会があるんですけど、はい、その支部対抗の陸上競技大会が、ね、あって、えっ、ー、と何の種目に出るんですか？自分は、えっと、400メートル自レーに出るかもっていう話ですね。ーーね。<laughs> 4 0 0ルリレーもね、えー、陸上の花ですよね、このリレーの、ね、バトン立ちとかね、結構ね盛り上がりますよ、あの先ほど、ね、紹介してもらったように、青年会の活動だけじゃなくて、もう自治会のね、本当にあの、えー、宮内清掃、はい、もうこの宮内清掃もね、はい、ちょうどこの間終わったんですよね、準備から片付けまで、本当に汗みんなかいてね、頑張ってくれてますからね。 あと行事行事ではいつもその準備と片付けね、はい、ね青年会の皆さんが中心になってやってくれてるんで、助かってます地域の,、ね、あのそして自治会のために、ね、一生懸命えと頑張ってくれてる普天間三区青年会なんですが、あのー、先ほど、ね、まあ、青年会といえば9本エイサー、はいね、今年も3日間、道中で頑張ってましたね。はい あのまあ富山サンクス青年会のエースのまあ踊りというのについて、はい、まあちょっとまだ紹介してもらっていいですか。はい。えっと富山サンクス青年会のエースはですね、ちょうど50年前ぐらいにと旧鵠島市今のですねあうる、ん、ま市の他の青年会、うん、はい他の青年会からえっと練習を習ってですね、うん、今現在の富山サンクスの形になっておりまして。うん 踊りはですね、パーランク、大太鼓、パーランクで、女の子の手踊り、チョンダラ、ヒュあのね大太鼓とパーランク、またパーランクもね、この、なんていうんですかね、踊りを入ったパーランクで、大太鼓は大太鼓のダイナミックさと、またパーランクの、この、 踊りのまあミックスされたこのものっていうのかなそれがまたいいですよねで女の子もねえっとよし酒使ったりね、はい、あのセンスを出したりね<ー>結構曲によってそのなんだろう踊りが変わってくるん,、ね、くるんだよね、うんうん、あのよしだけでカラカラシャってねみんな揃うのもね、はい、あのとってもいいですよあ<ー>、うん さん見た見たことないので話聞いてると見たくなりますねでしょいろんなねフォーメーションがあってねとてもね見てる人もね楽しいですよ全部で何曲でしたっけ入場曲も合わせて全部で10曲になりますね10曲10キューボンエンサーではね最終日の最後のスーザン通りでね10曲披露ということでもうあのスーザン通りがね 両側が、ね、遠藤がねぎっしりね、はい、あの人がね人集まってきましてで僕なんかはその横行また寄付金をもらえた、はい、<laughs> ということで本当に皆さんねあの寄付もたくさんしてもらってねで本当にちょっと小雨が降ってたけどねそうですね、うん、この全曲披露の前にちょっと結構な雨で雨降ったどう消化してたんですけどね。うんうん でもやってよかったね、やったら雨が少し小ぶりになってやんでいきましたんで、本当、青年会のこの旧凡演祭に向けての練習もねみんな一生懸命、その5月から月から練習をして、もう本当、雨だけはね降らないでくれということでね祈りながら、そしたら、なんと踊り始めたら雨も小ぶりになってやんでくれるという、本当にね。 恵まれてましたね。あ、対抗だから、雨に出たらまずいんだよね。そうですよ、ね。もう破れたりし、ね。す破、うん、れたりね。はい。ということですけど、あ、ここであの、メッセージいただいてます。はいえー、シュープリムさん、ありがとうございます、えー。ヒートさん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。えー、そして、当選、おめでとうございます。そあります。ありがとうございます、えー。当選の瞬間は、あ、金沢さんのね、えツイキャス配信を見てい。<laughs> 見せていただきましたとありました。えー、シュープリンさん、本当にありがとうございます。あの当日はね、あの金田さんもね、はい、あのちょうどあの発表の時来てもらってて。一緒にこう、ね、写真撮ったりして、<ー>あ、そか、そこで見ていただいたんだ。本当にね、ありがとうございます。そしてね、今もあの番組、えー、見ていただいていると思います。はい、いつもね、シュープリンさん、メッセージ、ありがとうございます。ありがとうございます。ええー、ということでね、えー、そろそろね、ちょっと曲の方。 はい、あのお掛けしてみたいと思うんですけど、はい、これはあの平瀬会長からの、ねえー、リクエストを頂、ね、い,いてまして、まあ、そのまま答身通りでもいいんですけど <laughs> 少し、ねはいえー、リクエストをねこれはカラオケでよく歌ったりするの、はい、よく聞く曲ですけね。じゃあね、えー、地元沖縄出身の b e g i の、はいえー「シュマンチュの宝」をどうぞ。 はいということでね、通、え、信、ー、通りのボールが起きて、<laughs> ちょっとびっくりしました。<laughs> ね、リストの方もちょっとびっくりしたかもしれませんけど、今日はね、ゲストに普天間産区青年会の、ね、青年会会長、東原弘也さんをゲストにお迎えしております。えー、ヒートの昼前、えー、後半も続けてまいりますけど、これ、皆さん、ちょっとね、ポスターを、ね、こう見えますかね。えー、実は、えー、今月の23日、マ区青年会 50周年エイサー祭りがございますので、えー、今度は広谷会長、このエイサー祭りについてね、ちょっとアナウンスしてもらっていいですか。はいえっと、来週のです、ね、日曜日9月23日、17時からですね、普天間三区青年エイサー50周年祭りということで、今年ですね、50周年を迎えるということで、このエイサーができて50周年ということで、うん 青年 A さん50周年ということであの名前を振ってるんですけども、うん、あのこちらですねあのリューボウさんのお隣サンフティーマンさんのお隣のグリーンベール商店街の方でえっで5時から夜の五時夕方5時からですねいろいろな団体呼んでですねあの祭りをしようということであの企画して本当はですねあの8月の11日予定だったんですけれども、うんうん、あの 企業さんの方にもポスターを貼っているかと思うんですけれども、11日にあの直されてないやつがあるんですけれども、9月23日に延期ということで、今回開催したいということで、今あのご案内させてていいただいております、ね、あの8月は確かの台風が、ねはい、接近して、ありましたねちょっと雨がということで、えー、この9月の23日に、ねはい、え延期をしたわけでございますが、えー、9月23日の、ね、日曜日。 翌日も確か、お休みなんだよね、そうですね級日でね祝日、祝日でお休みになってて、夕方の5時から、グリーンベル商店街、この330号からね、この普天間、サンフティーマ、竜さん行く手前の左にあのアーチがかかってますから、そのね、グリーンベルの商店街の方でえ5時から、しかも50周年ということで、力入ってますね。が生まれる前から この青年会のエイサー終わってもしかしたらお母さんのお腹の中にいるときからエイサーのこの音楽を聴いてね <laughs> あのいたのかもしれませんね。<laughs> <ー>でね、この50周年ということですけどまあ先ほどね、ふてま3区青年会はあの今のうるま市のまあ赤のエイサーをあのまあもから習ったということでありましたけど今回、いつもは青年会の皆さんがあーエイサーをね演舞するわけですけど何かちょっといつも。 今回の特別の何かあの出演する方がいるんですか、A さんの OB とか。はい今年ですね、ことの50周年ということで、あの今までですね、うん、あの踊ってきたこの OB、OG の方、うん、もう一度踊りたいというお声と、うん、でそしてで一次、ね、会、育成会、うん、あの子ども会の保護者たちでですすねあの方々です、ね、あの青年会活動やってないけども。うん ちょっと踊ってみたい踊りきれなかったという方々が多いお声があったのでぜひこの50周年のこの祭りにこの機会にぜひ一緒に踊ってみましょうということで人を集めてですね育成会、一時会大日の方も集めて一緒に今練習していて推定今50名から60名ほどで祭りをしようということで。 オービーの方は体力は大丈夫。はい。なんとも言えない。なんか、え、大太鼓が、普通は、まあ、二人から四名の。大太鼓は、今回はなんか、何名なの?。はい。八人。大太鼓持つことになりました。八名。はい。大太鼓の八名という、すごい迫力がね。すごそうですね。ね。しかも、その、グリーンベル商店街で、その要するに。え、ある程度車を止めて。ね。 それやるわけですから、また地域のね、あの商店街の皆さんもね、また楽しみじゃないですかね。そうですね。やっぱり活気が溢れるんだったら、ぜひよろしくということで。すごいですよ。で、なんか今回はその復活するような踊りもあるんですか。はい。あの入場曲が今現在変わってて、昔の50年前とは変わってて、あの入場曲にアハブセを今 持ってきているんですけれども、うん、これは本当はあの七番目に踊るこの曲の一つだったんですけれども<ー>、はいあの今この昔は秋の踊りであの入場をしてたんですけれども、うん、ちょっとそれでも間に合わないということで、入場が間に合いきれないということで、アーハブシを持ってきてたんです、うん、持ってきてるんですね、うん。で別の曲この砂辺の浜を入れてるんですけれども、うん、うん、あの今年あのこの五十周年で昔の曲を取り入れようということで、うん、なるほど。はい。 秋の踊りを復活させています。なるほど。あの普段のね、九本エイサーや、広間市のね、あの千年祭祭りでは。しばらく、あの披露してなかった。この秋の踊りでの、これ入場?。入場券。入場ね。何か、踊りも、ちょっと入場の仕方も少し違うんですよね。うん。横で、カニ歩き、しながら。はい。入場します。これって。覚えてる、先輩が。いたってことですよ。 そうですね。ああ、やっぱりね性の方から教えてもらって。というか、はい、まあ、実際、うん、自分も。ですね、あの、今入って八年目ぐらいになるんですけども。一度もこの秋の踊りで、入場したことないんです。よ今回が、初めてなんです。お、これはね、皆さん、えっと、現役の皆さ様もちろんですけどね、オービーの皆さん、も そしてねまた今もうちょうどね80代の方もねちょうどその時はね、えー、30代ですね、ごいたら、ね、もしかしたらその、はい、今ね80代の方なんかもね、えー、当時をね懐かしんで、えー、こ普天間3区3青年会50周年のエ、ね、サ祭り、ぜひ,ぜひ近くですからね,、はい、ねえと地元の方はね歩いてこれますから、はいえー、で歩いてきて、えー、ちょっとお腹かいたらまたあ近くのねあの出店で食べて帰るとかね <laughs> またた、あのー、終わった後ね。<laughs> 居酒屋もいっぱいありますからね、ううえっとどっかね、えー、近くのね、かいわいで、か、ねねはいわいいっぱいいますからね、<laughs> もう二次会まで心配しないでいいっていうのが二人で3区ですからね <laughs>、えー、すごいね、これはすごいですやっぱり伝統ね、こうやってあの若い方がね、受け継いでいく、そしてまた今の子どもたちにもね、これを受け継いでいくっていうのは、本当素晴らしいことだと思いますよ。ねねあシュプリームセンカーも、ねえー メッセージい,ただいてますよ、はい、あの伝統は後世に伝えていってほしいですねってあります本当その通りですよね、こうして、ね、あの伝統を、ねはい、若い皆さんがね、うん、で引き継いでいくそして、そこにまた OB 先輩や OG だけじゃなくて青年会、を踊ってなかったんだけど今、子ども会育成会で携わっている皆さんも一緒になってるだろう。はい まさにチーム普天間3区ですね,そうですね素晴らしいですよ <laughs> 本当に素晴らしいこの50周年をね、大きな、はい、節目にしてねこういった取り組み、はい、本当に素晴らしいと思いますよ、うん、やっぱりその中であのいろいろまたあの交通誘導とかボランティアスタッフも募集ですかは,あのはいぜひ やってくれる方いればありがたいです、うん、ね。あの合わせてね、そういったあのスタッフも募集してますので、はい、誇りっていうことじゃないですかね。<laughs> 皆さんまでね、<laughs> 電話ください,、はい。そうですね。本当、ね、楽しみですね。富山さんク100年会念50周年エサー祭りもね、えー、いよいよ、えー、来週。えーはい 二十三日の日曜日、えーはい、夕方の五時から、はい、あのグリーンベル商店街でございますので、はい、ぜひぜひ皆さん,、えー、ん見に来ていただきたいと思います。はい、あそしてねもう一つね、はい、ちょうどね今ね沖縄県知事選挙がございます。はい、まああのー、前議論案市長のね先マアス氏候補も一生懸命頑張っております。そしてまた同時に、えー、我が議論案市では議論案市長選挙もございまして。 あの副市長されていた松川正則予定候補者ともう一人の方が今日あはの討論会がございまして、はい、この青年会議所ね主催の討論会が実はこれ本日ですね9月15日に土曜日夜の7時から、うん。 宜野湾市社会福祉協議会でございますのでどうぞこちらの方もね、えー、これからの将来の宜野湾市のリーダーを決める選挙でございますので、えー、公開討論会の方もぜひぜひあの足を運んでいただきたいなと思っております。えー、まああ今日ね安室奈美さんの、はい、あのの最後のコンサートが、はい ね、いろいろねあの道も混んでいるそうではありますけどなんか一つのね時代があ終わっていくのかな変わっていくのかなっていうこととまた新しいことが始まっていくのかなという中でまた先ほどから出てますけどね布袋間三区青年会のね伝統をしっかりと後世に伝えていくという本当、はい、と、えー、素晴らしい取り組みだと思いますのでぜひね皆さん23日は夕方5時から布袋、うんはい、間三区のねグリーンベル 商店街ございます。車でいらっしゃる方は、えー、近くに市民駐車場がございますので安心してそちらに止めていただいて歩いて二三分で来ますからね,すね,ね。すぐですからね。うん、で、えー、しっかりね A さんを見た後はまた近くのね居酒屋の方でもねまたゆっくりね <laughs> あの懇親を深めるということで、えー、すごいね地域の活性化だなって <laughs> <laughs>、ね、A さんを通してね地域活性化に頑張ってるいる、ね、あの福島三区の青年会の皆さんでございます。はいえー、青年会会長さん頑張ってくださいとね。 安倍さんから、ねはい、メッセージもいただいてますまたね、はい、頑張っていきますそして今日はね、また先ほど言いました技能は市長選挙予定候補者の、えー、討論会が、えー、社会福祉協議会で7時からございますのでそちらの方もぜひ皆様お越しくださいということで皆さんラジオを聞いていただきましてどうもありがとうございましたバイバーイ